はい、皆さんこんにちは。前回、使ってみた薪ストーブですが、結構この煙突から熱が逃げてるような気がするようにしたので、今回ちょっと煙突につけるアダプターをちょっと作ってみました。それがこちらですね。煙突のこの煙突のところにこうつける形ですね。まあ角度をこう変えれます。で煙突をこちらにつけます。これで、こちら側とこちら側でもこう通りができるようになっちゃうかというふうに思います。でちょっと、これを 1.6mm ストーブと同じ 1.6mm のこの鉄板で作ったので結構重たいんで、この向こう側に足をつけようかとも思いましたが、高さがうまく調整できなかったので足はつけてません。それで台かなんかこう置きたいと思います。はい、後ろにちょっと台を置いて寝ます。でこれで、火つけてみたいと思います。その前にシラカバの木の皮です。こんなにいらないかなと思うのでちょっとしてみますね。
メスティンでご飯炊きたいと思います。米とお水はもうすでに入ってます。それから、こちらカレー作りたいと思います。野菜類入れます。ちょっと、どっちが強いかな。あんまり変わんないような気がする。カレールを入れます。
カレーできるまでの間、コーヒーでも飲みます。この煙突のところでつけるアダプター結構使えますね、ただちょっとこのストーブと同じ 1.6 ミリで作ったのでもうちょっと薄い鉄板でもよかったのかなというふうに思います。大体いいかなと思います。じゃあいただきます。じゃあいただきます。美味しいです。はい、ごちそうさまでした、はい、今回は、
前回作った薪ストーブに、煙突のところにアダプターをつけて、こちらでもこう煮炊きできるようにしてみました。薪ストーブ小さいですけど、これが広がると、調理面積が増えていいですね。で、これがね、ここでこう煮炊きができるっていうことは、煙突からその熱がこう逃げてたということですからね、その分をここでこう有効に使うことができるっていう、非常にいいなというふうに思いました。はい、今回は、煙突アダプターを使ってみました。ご視聴ありがとうございました。